駅構内水田駅は大阪府水田市西の省庁にある阪急電鉄千里線の駅。駅番号は HK-89。近くには西日本旅客鉄道東海道本線の水田駅もあり、水田市民は両駅を区別するために JR 西日本の水田駅を JR 水田、阪急電鉄の水田駅を阪急水田と呼ぶことが多い。1964年に 旧水田駅と市役所前駅を統合して開業した駅で、駅名表にはと追記されている。現在の駅位置は、かつての市役所前駅にあたる一方、旧水田駅は、東海道本線の東側にあった。両駅間の距離は200メートルと短く、停車中の列車から隣駅を見ることができたほどであり、その駅間距離の短さゆえに、 列車編成の長大化に伴う駅間距離の見直しの中で統合が実施された。統合後も、旧、水田駅のホームだったとされる跡地が、上り線側にある。相対式ホーム2面2線を有する地上駅。分岐器や絶対信号機を持たないため、停留所に分類される。改札口は、JR 水田駅に近い南改札口と、名シアターに近い北改札口の2カ所がある。 南改札口は地下にあり、歩行者用道路としての役割も果たしている。北改札口は地上部にあり、上下ホーム別になっている。1985年秋までは北改札口に、校内踏切が設置されていた。校内踏切の撤去後は、双方のホームは、南改札側の地下道で連絡している。実際には校内に乗り場、番号表記はないが、スマートフォン向け。 アプリ、阪急沿線ナビトックアプリの発車案内機能では、北千里方面が1号線、天下茶屋方面が2号線と表示されている。2019年度のある特定日における1日の乗降人員は1万7008人である。近年の1日平均乗降、乗車人員数は、下表の通り。水田日役所 JR 西日本の水帯系は、直線距離で600メートルほど離れている。 また、至近距離に、東海道本線のガードがある。大阪東線の南水田駅とは道路に沿って1 7トルほど離れていて、JR 水田駅よりは当駅の方が若干近い。阪急バスにより、以下の路線が運行されている。水田市役所前停留所水田市役所前、乗り場西口乗り場は、当駅から約3 0 0ル離れた場所にあり、水田市役所からも、 約200メートル離れている。阪急と JR 西日本で同じ名称を名乗っている駅には、他に宝塚駅や伊丹駅、塚口駅があるが、水田駅は伊丹駅、塚口駅と同様に JR と距離が離れている。水田駅同士は歩けない距離ではないが、京都、滋賀方面から関西大学へ通学する学生の一部等が乗り換え駅として使用する程度であり、 地元住民以外の者が利用する際などで混乱を招く場合がある。なお、阪急バスの最寄りの停留所は、JR 水田駅が、JR 水田及び JR 水田北口であり、阪急水田駅は、水田市役所前である。旧水田駅、市役所前駅があった時代は、日本国有鉄道水田駅が、国鉄水田駅前、市役所前駅が、水田市役所前、旧水田駅が、 阪急す田であった。ありがとうございます。